おはようございます。おはようございます。新年度最初の放送です。日曜日午前10時からになりました。さあね、新年度張り切っていきたいんですけども、我々ブラジルにいますサンパウロを出まして、これから国内線の空港に行きます。同じサンパウロ州なんですけど、ブラジルのシナノ村と呼ばれる場所に行こうと思ってます。あー、はじめまして。トップマン、ありがとうございますお、大丈夫か。よし、強い強い。目指すはアリアンサという地名の場所。聞いたね、アリアンサ。移民資料館でも名前がありましたね。ブラジル日本移民資料館。全国各地から来てるけど、なんか4005。こんにちは。すみません、長野朝日放送と申します。私はサンパウロ生まれです。へ、日系2世です。2世、はい、アリアンサっていうのは新州の方が開発された植民地です。アリアンサ、はい、最初の入植地地点ですね。点1924年に以降5人で来たっていうことなんですね。こうやって開発を始めたんですね。その奥地に入っていって、入植した頃の写真ですね。そうです。帽子かぶってジャケット着て紳士な。そうです、そうです。移民として来た日本人はみんなきちんと背広姿で降りてるんですね。他の移民も日本人よりも前に来てるんですけども、日本人はすごい礼儀正しいと言われたんですね。きちんともう清掃してブラジルへ来てるんですね。ここに写ってる方のほとんどがもう信州人。あ、そうです、そうです。600キロ先にあります飛行機乗らないと。アラストゥーバという都市に行って、そこからアリアンサという農村部に行きます。見て、何もありません木がちょっと生えてます。広い。暑いね。ブラジル暑い。道がずっと一直線。ブラジル高原内陸部は典型的なサバンナ気候だそうです。だからもう乾燥していて、木もポツンと生えてるっていうのがずっと点在してる。あ、アリアンサ、アリアンサ書いてありましたね。朝6時に出て7時間。お、舗装路を外れますね。赤土の道路に入ります。着きました。お、子供たちがいる。こんにちは。お、水野の帽子かっこいいねどうたちすいません、僕あまりこの場所が分かってないんですけど、ここは湯葉農場アリアンサの湯葉農場、アリアンサの中にある湯葉農場。ブラジルはるばる来たのに出会う方があの
日本人のお顔をされてるんで不思議な感じがします、ね、日本語喋ってるしねここが湯葉農場という自給自足の共同生活の場だそうですね。食堂がありますね。子供たちがたくさんいて、あそこは厨房があります。今ね、世界一周回ってるんですけれども、小川村から旅人。え？そう。小川村から来たんですか？あの小川村から6000人の町の小川から来ました。え、旅行で来てるんですか？旅行で今回ってるんですけど。あ、はい。それが長野の人たち。そう。長野に今住んでる人。偶然にも。昨日着いたって。そう。え？昨日なんかグアバの木をこう剪定したりだとか、そうそう、お手伝いして、あれですね、ご飯食べさせてもらう、食べさせていただいて。ここが今から100年前、1924年に長野県が土地を買い上げて開拓したアリアンサです。今から子供たちが日本語学校で授業を受けに行くそうです。あ、はじめまして。あ、こんにちは。あ、はじめまして。じゃあ遠くまでありがとうございますはじめまして、よろしくお願いします。日本語学校の先生。はい。あ、お名前は。赤羽真嗣と申します。長野県で中学校の先生をしていまして、で、今回 JICA のプログラムの一環で長野県の先生を、このアリアンサに派遣するっていうプログラムがあって、でそれで応募させていただいて、今回アリアンサに日本語教諭って形で派遣させていただいてます。来てどのぐらいなんですか？ちょうど半年経ったところです、ここに。そうです。はい。皆さんこんにちは、よろしくお願いします。これ日本です。よいしょ。これだよ。ちっちゃいね。おお、よく知ってるね。じゃあ長野は？オンジェ長野？長野小さい。長野じゃない？長野小さい。ああ小さいかな。まあ、でもどっちかって大きいかな。どうだと思う？ここ。ここ。違います。お、アリス、アニコル知ってるね。バイバイバイ。これさでね。はい、さてさて。どこ？それです。これ。これ長野です。なんで知ってるの？ねえ、なんで知ってんだろうね。すごい、すごい。わー、上手。1問、字が動きます。よく見ててね、おりゃべんね。はい、なんでしょう、なんて字でしょう。あー、あ、ごめんね。さあ、もう一回動きます。よく見てね、おりゃべん。はい、なんでしょう、なんでしょう。さあ、ここに書いて、ここね、ここね、ここに書いて。皆さん、なでいいですか？な、皆さん、正解を。よ、じゃあ、答えが3点ね。出身はどこですか？あ、僕、松本です。僕も松本です。本当ですか？どこ中ですか？どこ中？や、山辺中学校ってとこです。山辺中学校はい。高校は？ここは松本あがたが丘です。十字架本当に？食べとこなかったの？何するん？最後町にちょっと出かけるよ。ここは松本あがたが丘です。十字架本当に？本当です、本当。県領です、県領制です。本当に？本当に、本当ですよ。嘘つけないですね。ちょっとじゃあチェックしますね。チェックします。
風が十字に流れ待ってね流れて歩く。それは違う。ちょっと久しぶりちょっと待って。風が十字は覚えてるんですよ。あ、三大精神は三大精神。お、三大精神。あ、赤玉高校の三大精神。はい、はい、質実剛健であれ、大道闊歩せよ。弱音を吐くな。どうですか。素晴らしい。あ、よかったです。これで認めてもらって。なんと、ブラジルで、しかもこのアリアンサで同じ高校のメジャーです。僕の後輩になるわけです、ね。先輩。まさか同じ高校でした。アリアンサが、長野県の人が昔100年前に、作った村ってことで、で今も長野県の方から学校の運営とかにお金をいただいてて、でその金のおかげでこの学校をちょっと運営させてもらってるんです。さあ何ですか、さあ何ですか。じゃあ最後みんなで街の中歩きに行きましょう。3つの場所でカリンゴをもらってください、まあ、皆さんでこんにちはって言ってカリンゴもらってきてください。カリンゴって何？スタンプ。はい、ハンコ。お、大丈夫か。大丈夫か。え、大丈夫。え、痛くない？よし、強い強い。はい、行くわ。暑いね。暑い。暑い暑い。みんな走ってる。走ってる。おーい、バサーチ。こんにちは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 。これハンパスないとどうなるの？暑いね。外気温37度。走って、冬のね、長野県から来てね、この暑い中走るとね、もうダメダメ。みんなすごいな。子供に押しかかるとは投げないぞ。これダメ？これやって音投げない。ただのだらしない。ここ学校だよ。だからバスがこんなにいるんだよ。あ、これ学校。ここエスコーラって書いてある。エスコーラ。エスコーラが学校って意味？これが僕たちが乗るバスだよ。へえ。エスコーラはいつ行く？エスコーラは土日以外全部。全部。あー、あ、ただいま。はい、やってる。はい。はい、竹尻来たな。あ、疲れた。好きなものは何ですか？ロケモセゴ。いかー、ロケモセゴ。スイカ。スイカ？スイカ好きなんだ。アリアンサのここら辺に住んでる子は日本語あんまりできなくて、で、ユバの子たちはすごく日本語が上手っていう、そういう形ですごく差があるんですよね。お、それね。今この子供たちが今4世5世ぐらいになってきていて、なんでもう4世5世になるともうおじいちゃんおばあちゃんが日本語喋れない、もう生まれた時からポルトガル語っていう子も多いので、家の中でほとんど日本語使わないですね。フロントいいよ。手をもっと開け。手を振ってもうちょっと。あちらいくつぐらい行く？行く？何秒？テンポ。一緒に飲まさせてもらってて、僕陸上終わって帰ろうと思ったんですけど、ちょうど一緒になってそのまま飲んでました、ずっと。これフェイラって言って、青空市場みたいな、そういう感じですね。オージミートケンチエンターをテレビじゃ見とこそうね。生まれは新潟、育ちは長野って父さんいつも言えよ。長野のどこですか？
なそう聞かれたら、あ、この間調べた今度知ってます。家にいたら知ってる、僕がこれちゃんと調べましたんで。調べましたよ。気をつけます。本当に日系の人ここら辺はすごく住んでるんですけど、ちょっと行くともう非日系の人ばっかりなので、やっぱ日系がルーツだけど、やっぱ非日系の人とやっぱ協力していかなきゃいけないところが大きくて、なのでこういう非日系の人も楽しめる場っていうのはすごい大事だなって僕も思ってます。岡上さんはどうですか？ああ、大した先生だね。こういう先生が来るとね、みんなねえ一生懸命勉強してるよ。いやいやね、先生、そうです。というメニューです。名前うどんです。すごい乗ってるけど、ちょっと携帯のカメラで照明。めちゃくちゃうまそう。すごい、かき揚げ、卵、あとチャーシュー。卵でいいよ。俺がやってきたよ。あげないよ。卵焼き超美味しい。ちょうど3つありますよ。沖縄そばの味がする。なんか麺も濃いもんね。うん、味が沖縄そばです。だしもそんな感じ。だしもそんな感じ。ちょっと色は濃いけど、あのだから鰹節ってことかな。